今日皆さんが作るのは和菓子の中でこの練り栗っていう素材でよく、まあ、京都なんかでも体験とかあると思うんですけど、なおかつちょっとこう粘りになるので片輪とテントみたいに再現しやすいような状態になります。これをこうボタンって言って、葉っぱの中にボタンの花がまず白でね、ピンをこう半分ぐらいくるんだ。この中の黄身やこれを今こういう感じで。どっちかっていうとこうやっぱ熱湯でザッと入れるお茶がね、あの普通ご自宅でやるときに、やってると思います。水道水ですとどうしてもこうカルキ入ってますよね。これ塩素消毒されます。ですのでその匂いがやっぱ鼻についてしまうので、お客さんが来たときは私一度やっぱこうやって下げてから水に入れてっていう、普通に見えちゃう。